どうやらここにいるようですね。うん。さて、どこにいるの？ゲホーどれだ？わかる。サボタージュ。なぜ来てしまった。ああ、そっか。ああ、そうだったな。関係ないのか。気をつけねば。なんもねえか。あ、あっこ行けんのか。どうだ。ここか。黒い、こいつか。プレイボーイ。おう。なるほど。出ますよ。やべ、バジリスク死んだまんまだった。楽だ。これ楽チンチンですね。とりあえずこれで OK。 あ、ていうかあれか、別に戻ってこなくてもよかったの。どれだっけ、これか。はい、金が増えますな。今いくら持ってんの。3万2000円もらってるのか。あべ、バジリスク復活はね。よし、じゃあ次行きましょう。よし、じゃあ行きましょう。次が月形行くみたいです。行きましょう。でん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 。おお、楽。すまねえ、ない。階段、階段ってなってますね。
銀座っすね。あのやっぱもう同じ人だったのかな。銀座どこだっけ。この辺だっけ。多分ここザ銀座ジューフ。どこいたっけ、ね、あの人。違ったよな。どこ行ったっけね。あ、違う、こっちじゃなかったっけ。この人、役割です。よっしゃ行こう。すんませんね、いつもタクシー代わりにしてしまって楽なんだよな超楽だな。素晴らしいね、アバドンを移動手段が素晴らしすぎる。よし、こういう人探し依頼は OK。 お金をもらおう。ああ、これやんねえとな。作って枠増やしますか。多分精霊作ればできると思うんだけど、グレイミンズとあのエアロスでですね、できるみたいです。ということでこれでなんかシルフっていうのができるみたいです。風の妖精ですね。おお、おお、こいつシルフだったんだ。緑のティターニア、うん、これにまたフレイミーズをかけるとくしみたまになるみたい。せっかくなんで作ろうかなと。うん、どうしようか。ザンラティ、アギラティ、うん、リカーム、マカジャ、マカカジャか。別にまあ何でもいっちゃ何でもいいんだけど、うん、リカームをつけたい。リカームとマカカジャか、とりあえず。マハムド、うん、すげえな、超ばらつきがすげえ。リカームとマカカジャがくっつかない。リカームが出ねえな、そもそも。全然出ねえ。あ、出た。下方剣、もういいかな。いいよね、フレイミーズ。
この BGM は大丈夫。はい、赤森持ってべ、多分ダイヤモンドならある、あるな。うん、あとなんだっけな、あーレベル20のあれか、キターニアではさ、やらしいマー20か、マー20だったらちょっと引き出してあれだな、引き渡すか、かわいい、おー出た。そっか、継承枠が1個増えるんだっけ、紳士ですわ、超いっぱいある。あーでかあれだ、ヒロエモン持ってるやついなかったな。半減はとっても魅力的だけど、火炎無効なんだ、衝撃吸収。じゃあヒロエモンもう一個つくのか、じゃあこれで。シルフ、これがシルフか。フレミズまた後で下ろして、で、やらんし、ギゲーだよな。お、一本だったら作ってねえんだ。まあ16か。ギャランシーなぁ。まあ20以上だからな。ギャランシーどっかで育てて、いっか。経験値すげえもらえる、まあ、最終章近くなったらもらえるだろうから、まあ、その時でいっか。あ、一本だったら作ってなかったんだ。適当に拾ってくるか。オベロン・ティターニア。オベロン・ティターニア仲間になるようになったかな。とりあえずシルフ育てて、フレーミングとか合体させますか。思い出とあとはあれか、アギラティを出して、うん、ちょっとじゃああれですね、レベル上げますか。ウコバクな、手に入ったウコバクどうしよっかな。まあなんかに使うか、まあいいや。よし、ですね、まあやっぱりオベロンとティターニア仲間できましたね。なんで、ウンディーネ、シルフを育てまして、ウンディーネとシルフが合体されたら何なんだ。まあそれは置いといて、フレイミーズっすね。アーシーズとフレイミーズをつけたものに、またフレイミーズ、フレイミーズを苦けしてきます。うん、するとなんていうことでしょう、くしみ玉できちゃいますねこれ。どうしよっか、ハムドか、割とかぶってんな。うん、メディア、マカカジャか。うん、どうしようかな、銃撃に弱い、銃殺精神、うん、強いんだな。リカーム、リカームとマハムドあたり、マハムド、あ、うん、使わない割にはなんか、いざって時のためにね、リカームとか回復気をつけておきたいっていうのがちょっとありまして、まああんま使わないですけどね、本当に。ラッキー、リカーム、マハムドつかないな。うん、
あ、ついた。下方剣、衝撃弾、毒か。あれ、なんて読むんだろうな。飛衝撃？わかんねえ。まあ、いいや、これ行こう。血しぶきの花弁で世の中を満たして。なかなかに、すごいことを言うね。すまねえ、シリフ。早かったな。くしみたま。くし、みたま系は姿変わんなくて、あれかな、ステータスだけ上がんのかな。あ、わかりました。はい。不機嫌。不機嫌そうな顔してっかんな、いつもの。思い出超覚えんな。ヒロエモンはもういんねんだよな。さてどうしよっか。半減。自殺半減。自殺無効か。いや、これで。うん。OK。グレイミーズ。すまねえ。とりあえず桜田さん行けばいいのかな。オベロンとティターニア、あのどっちも義ゲーなんですよね。義ゲーだから義ゲーが超増えた。うん、ちょっと見とけばよかったな。オベロンとティターニアもうあれかな、合体させようかなって思っておりまして、あのドルミナとエミンの誘いがあるんで、絶対合体させた方がいいな。エアロス。エアロスになるんですけど。うん。技全部覚えたら。デカジャ、そう、デカジャとね、あのメディアラマ覚えるんですよね。ウコバクどうしよっかなって感じっすね。ウコバクさん。よしっつね。さてどうしようか。仲間になったウコバク。ドゥンか。あ、ドゥンと一目連とテルノボグあたりか。バジリスク、バジリスクまだ技を打てない。うん、クシミタはどうなるんだ。いや、変わらないんだな。数値だけ上がる感じか。魔力が上がる。あ、こいつ魔力3上がるんだ。クシミタも後でじゃあ下ろして、あのリャナンシーにくっつければ手間が省けるなと。うん、そんなことを考えてしまう。うん、なるほどなるほど。さてと、じゃあどうしよっかな。ウコバック反撃は、反撃も多いな。ティターニアできる。トリグラフ、あ、ピクシーか。ん？アルケニ？アルケニって何なんだっけ？あー、かわいい。いいっすね。一目くれ。ネビオス、セイリュー。あ、おぼろ車ね。おぼろ車か。おぼろ車作ってもいいな、全然。あー、疾風がいなくなるのか。今、あれ、いなかったっけ？疾風いな、いないな。トリグラフ、なんか疾風作れねえかな。クラマテングか。もっとねえかな、なんか。なるほどね。見たまやっぱそのまま数値上げる感じですね。コバックは、まあ、そのまま切ってもいいんだけどな。まあそれもまたあれですけど、まあいっか、とりあえず。17か。クシミタマとりあえず育てて、まあクシミタマあげちゃうんですけどね。中精度とりあえずあげるか。よっしゃ、一旦切りますか。